昨年の衆議院選挙の際も、トリガー条項凍結解除によるガソリン減税、ガソリンで25円10銭、軽油でリッター17円10銭、下げようと、あの時政策に公約に掲げたのは、私たち国民民主党、たった一つでした、皆さん。今はガソリンを下げろとか、物価高騰対策をしろ、言わない政党はありません。でも我々は半年以上前からガソリン減税、ガソリンの値段を下げろ、具体的な政策で選挙で公約に掲げて戦った唯一の政党でした。アメリカ見てください、皆さん。今何を言ってます、バイデン政権は。ガソリンの減税3ヶ月、アメリカ全土でやろうと連邦議会に要請するようになったじゃないですか、皆さん。私たちは同じことを半年以上前から言ってるんです。そして今回も電気代を引き下げよう、これを具体的な政策で言っている、また唯一の政党が国民民主党です、皆さん。見ててください。必ず他の政党も政府・与党も私たちが言っている電気代値下げ、必ず追随してきますから。あれは自分が最初に言ったってみんな言い始めますから。でもいいんです。手柄なんかどこは取ったっていいんですよ。私たちはただただ国民生活が良くなればいい、そう思って常に政策や政治に向き合ってきた。